ミシラヌ乗客は1951年のアメリカ合衆国のサイコスリラー映画。監督はアルフレッド・ヒッチコック、出演はファーリー・グレンジャーとロバート・ウォーカーなど。パトリシア・ハイ・スミスの同名小説をハードボイルド作家レモンド・チャンドラーらが脚色して映画化した作品で列車に乗り合わせたミシラヌ乗客から交換殺人を持ちかけられたテニスプレイヤーを描いている。 正規版 DVD が発売中で大変珍しい両面一層となり A 面に米国版 B 面に英国版が入る。なお現在パブリックドメインとなっている。アマチュアのテニス選手ガイ・ヘインズは浮気を繰り返す妻ミリアムと離婚したがっていた。そうすれば上院議員の娘であるアンと再婚できる。ある日、ガイは列車の中でブルーノという男性に出会う。ブルーノは ガイがミリアムと別れたがっていることをなぜか知っており、彼の父親を殺してくれるなら自分がミリアムを殺そうと交換殺人を持ちかける。そうすれば、お互いに動機がないので捕まる心配もないというわけだ。ガイはブルーノが冗談を言っていると思い、取り合わなかった。しかし、ブルーノは勝手にミリアムを殺してしまう。日本語吹き替えは、上記のほか、リバイバル公開時に制作された。 劇団民芸による劇場公開版も存在する。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、挑発的な基本設定と独創的なセットデザインが、ヒッチコックの悪魔のように面白い傑作への道を照らしている。であり、50件の評論の内高評価は98%に当たる49件で、平均点は10点満点中8.8点となっている。 メトクリティックによれば、15件の評論のうち、高評価は14件、賛否混在は1件、低評価はなく、平均点は100点満点中88点となっている。ありがとうございます。